こんにちは、犬好きの皆さん。今日は家族として迎えたい大型犬6選をご紹介します。大型でもとっても愛らしい、そして飼いやすい犬種を厳選してお届け。1、ゴールデン・レトリバー。ゴールデン・レトリバーは大型犬の中でも特に家庭犬としての適性が高いとされる犬種です。起源は19世紀のスコットランドで、もともとは狩猟の際に鳥を回収する役目のリトリーブをする犬として育てられました。この犬種の最も際立った特徴は、その非常に人懐っこく温和な性格です。知能が高く訓練しやすいため、ドッグスポーツや盲導犬、セラピードッグとしての役割も果たします。また子供や他のペットとの相性も非常に良いので、家庭での飼いやすさが抜群です。ゴールデン・レトリバーは毎日の適度な運動が必要です。彼らはエネルギッシュで遊び好きなので、長めの散歩や遊びを通してエネルギーを適切に放出させることが大切です。運動不足はストレスや体重増加につながる可能性があるため、注意が必要です。また特徴的なゴールデンの毛色を持つ紐は、定期的なブラッシングが必要です。抜け毛の季節にはこまめなケアで紐の健康を保つことが大切です。ゴールデン・レトリバーは愛情深く、適切なケアとトレーニングを受ければ家族の中で最も飼いやすい大型犬としての役割を十分に果たしてくれるでしょう。2、ラブラドール・レトリバー。ラブラドール・レトリバーは現在世界中で最も人気のある犬種の一つとして知られ、その理由は明らかです。この大型犬は非常に友好的で忠実で訓練がしやすいという特徴を持っています。起源はニューファンドランド島で、もともとは漁師たちの手伝いとして網や道具を回収する役割を果たしていました。その後イギリスで狩猟犬としての能力を発展させるブリーディングが行われ、現在のラブラドール・レトリバーが誕生しました。ラブラドールは家族や子供、他の動物と非常にうまくやっていく性格をしています。そのため家庭環境での飼育に非常に適しており、初心者の飼い主にも推奨される犬種です。ただし彼らは活動的でエネルギッシュなため、毎日の適度な運動は欠かせません。特に幼少期には散歩やフェッチ、遊びを通じてしっかりとエネルギーを放出させることが必要です。ヒケは短めですが、一年中抜け毛があるため、定期的なブラッシングが必要です。皮膚トラブルの予防として定期的なシャンプーも推奨されます。全体としてラブラドール・レトリバーはその性格と扱いやすさから最も飼いやすい大型犬としての評価が高く、家庭での採用のパートナーとなるでしょう。3、ニューファンドランド。ニューファンドランドはその巨大な体格と優雅なヒケで知られる大型犬種ですが、実は非常に優しい性格を持つ犬種でもあります。ニューファンドランドの起源はカナダのニューファンドランド島にあり、もともとは漁師の手伝いや人や物を水中から救出する役目を果たしていました。その歴史からニューファンドランドは水が大好きで素晴らしい水泳の能力を持っています。また強靭な体力を持つ一方で、性格は非常に温和で家族や子供たちとの関係も深いものとなります。その優しさと忍耐力から家庭での飼いやすさは非常に高いと言えます。しかしその巨大なサイズから来るエネルギーも考慮する必要があります。日常的な散歩や適度な運動が彼らの健康を維持する上で欠かせません。また長い紐は美しい反面、定期的なケアやブラッシングが必要です。特に抜け毛の季節には注意が必要です。最後にニューファンドランドの飼育にあたっては、彼らの体の大きさや必要なスペース、食事の量などそのサイズに応じたケアが求められる点を理解しておくことが重要です。適切なケアと愛情をもらえば、ニューファンドランドは家庭での飼いやすさと愛される存在となるでしょう。4、バーニーズ・マウンテン・ドッグ。バーニーズ・マウンテン・ドッグはスイスのアルプス地方を原産地とする美しい大型犬です。この犬種は三色の豊かなヒケと安定した性格で知られ、牛の運搬や牧場での働き手としての役割を果たしていました。彼らの性格は非常に友好的で忍耐強く、家族を深く愛するものとなっています。その温和さから子供や他のペットともうまくやっていきます。バーニーズは感受性が高く、飼い主の感情や雰囲気に敏感に反応することがあります。そのため安定した環境と優しい接し方が彼らの心を安定させる鍵となります。その美しいヒケは定期的なケアが必要です。ブラッシングを欠かさず行い、特に抜け毛の多い季節には注意深くケアすることが求められます。バーニーズ・マウンテン・ドッグは
体が大きいため適度な運動が必要ですが、過度な激しい運動は関節に負担をかける恐れがあるので注意が必要です。散歩やゆったりとした遊びを通じて適切なエネルギーの放出を促しましょう。全体としてバーニーズ、マウンテン、ドッグはその愛情深さと落ち着いた性格から家庭で非常に飼いやすい大型犬としての評価が高く愛される存在となるでしょう。5. ジャーマン、シェパード、ジャーマン、シェパード、またの名をドイツ。シェパードはドイツ原産の犬種で、その優れた知能と訓練性、忠実さで知られています。もともとは羊を管理するための牧羊犬として使用されていましたが、その後は警察犬、軍用犬、救助犬としての役割も担っています。この犬種は非常に活動的でエネルギッシュです。そのため、毎日の適切な運動とメンタルのスティミュレーションが必須となります。放置されると、エネルギーが過剰となり不安や破壊的行動を示す可能性があるため、注意が必要です。ジャーマン、シェパードは、強い絆と忠誠心で飼い主に結びつく傾向があります。しかし、その一方で独立心も持ち合わせており、しっかりとしたリーダーシップと一貫した訓練が求められます。社会化のトレーニングも重要で、幼少期から多様な環境や人々、動物との触れ合いを持たせることで、均衡の取れた大人の犬として育て上げることができます。ヒケは密度があり、二重コートからなるため、季節ごとの抜け毛が特に多いです。そのため、定期的なブラッシングやケアが不可欠です。全体として、ジャーマン、シェパードは、飼い主との強い絆と一貫したケアやトレーニングがあれば、最も飼いやすい大型犬の一つとして家庭での役割を果たすでしょう。6. グレート、ダン。グレート、ダンは、その巨大な体格からジェントル、ジャイアントとも称される犬種であり、ドイツ原産です。その名の通り、驚くほどの大きさを持ちながら、非常に穏やかで優しい性格を持っています。彼らはかつて、狩猟犬や守護犬としての役割を果たしていましたが、現代ではその温和な性格から家庭犬として非常に人気があります。グレート、ダンは、子供や他のペットとの相性も良く、家族の一員として愛される存在となるでしょう。その巨大なサイズから、十分な居住スペースや適切な養育が必要です。彼らは適度な運動が必要ですが、過度な激しい運動は関節に負担をかける恐れがあるため、注意が必要です。特に成長期の間は、骨格や関節の健康を考慮したケアが重要となります。ヒケは短いため、ケアは比較的簡単ですが、定期的なブラッシングで抜け毛のケアや皮膚の健康を保つことが推奨されます。最後に、グレート、ダンの寿命は他の小型犬種や中型犬種に比べて短めとされています。そのため、彼らとの時間を最大限に楽しみ、健康的な生活をサポートすることが大切です。適切なケアと愛情をもらえば、グレート、ダンは家庭での飼いやすさと愛される存在となるでしょう。いかがでしたか？これらの大型犬は、適切なケアと愛情をもらえれば、最高の家族となってくれること間違いなし。もっと犬に関する情報を知りたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。次回も楽しい情報をお届けします。